米女子ゴルフの HSBC 女子世界選手権は3日から4日間。シンガポールの戦闘サ GC で開催され。渋野日向子23イコールサントリーが米ツアー本格参戦初戦に挑む。開幕前日の2日。ツアーメンバーとしてのデビュー戦を前に渋野日向子はやっと開幕することができるので楽しみな気持ちが多いと期待感をにじませた。 昨年12月、米ツアー最終予選会で20位に入り今期の出場資格を勝ち取った。帰国後は隔離期間を経て国内で調整していた。体力強化もしたし、ゴルフの内容もグリーン周りだったり、ウエッジの精度もしっかり練習してきたと充実の表情を見せた。昨年のこの大会は4日間オーバーパーで、 通算11オーバーの67位に沈んだ。ただ当時はスイング改造の初期ということもあり、昨年は思うようなゴルフができなかったけど、その時よりは自分らしいゴルフができるとは思うと前向きに捉えている。グリーンも難しいし、距離も長いので、どれだけパーオンできるか、ピンと同じ段に乗せられるかが重要かな。 コース攻略のポイントを挙げた。憧れの舞台での戦いが始まる。一年間を通して戦えるのが楽しみ。念願の米ツアーの第一戦。スタートをしっかり頑張りたいと力を込めた。渋野日な子。体調、バッチリ。シンガポールで今季初試合、米女子ゴルフ、シンガポール時事、米女子、ゴルフツアーの今季第四戦。 HSBC 女子世界選手権3から6日に出場する渋野日向子が2日会場のシンガポール戦闘サジーシーでプロアマ戦に出場して最終調整した米ツアーメンバーとしての初戦で根季初試合今は楽しみな気持ちでいっぱい試合が始まってみないと調子とかはわからないけど色々いろいろ経験できたらいいとポジティブな姿勢で臨む 昨年12月の最終予選会で出場権を得た憧れの米ツアー。予選会以来、約3ヶ月ぶりの実戦へ。体調とコンディションはバッチリと笑顔を見せた。3日の第1ラウンドはミンジーリー、オーストラリア。金曜、日編に A。韓国と同組。いずれもメジャーを制した経験を持つ3人で回る。 日本勢は畑岡奈社、佐藤優香、上田桃子渋野ひな子と同じく米ツアー新人の古河彩華も出場東南アジアに連戦の初戦となる本大会は予選落ちなしの72ホールで争われる上田桃子国内メジャー初制覇も見据えた海外挑戦何歳になってもチャレンジしたい米女子 プロゴルフツアーの HSBC 女子世界選手権が3日から4日間。シンガポール戦闘差 GC6758 ヤード。パー72で。予選落ちなしで開催。日本勢は、佐藤ゆか、アイチ畑岡奈社、アビームコンサルティング。ココアヤカ、富士通。渋野ひな子、サントリー。 上田桃子、ZOZO の5人が出場する。ワウワウライブでは、大会の模様を3日後0時30分から、連日の雨、中継。ライブ配信する。ベテラン、上田海を渡ったシンガポールで今季初戦を迎える。開幕戦ということでワクワクする気持ちと、どういう1週間になるだろうと、不安もある。 その中でいいシーズンの幕開けになるような結果を残したい。自信になるような大会にしたいと決意を込めた。昨年の日本ツアー。パナソニックオープン優勝で付与された主催者、推薦枠で今大会に出場。同時期に開催される日本ツアー今季開幕戦。ダイキンウォーキットレディス、沖縄の出場は見送った。 パナソニックで優勝した時に決めた。日本ツアーで16勝、日米共催を含むを挙げるが、これまでメジャー優勝には届いていない。今回は開幕戦と重なったので悩んだけど、日本のメジャーで勝つためにも海外の試合では学ぶこともたくさんあると。2020年12月以来の米ツアー出場を決断した。7年に国内で 賞金女王に輝いた後、8年から米ツアーに挑戦。14年からは日本ツアーを主戦場としているが、35歳になった現在もチャレンジ精神を強く胸に秘めている。本来であれば、海外の試合は出られるチャンスがあれば、いつも出たい。何歳になってもチャレンジしたいという気持ちの方が強いので、 今も海外に来ているんだと思いますと語った。先頭サ GC セラポン C はフェアウェイも起伏があり攻略し難い難コース米ツアーなのでラフがない分スコアが出ると思うそういう意味で多少のリスクを背負ってでもアグレッシブに行かないといけないシチュエーションは多くなると上だ最大の目標に据える日本のメジャー初制覇に向けても ベテランは挑戦し続ける。